に比べて暗いですね。ほんまにすごく怖いな。あ、そこ何や。脅かさないでください。selamat malam ibu silakan dari ada sana。あのケロシンの明かりって結構雰囲気ある。温かみがあります。でもそう見えんねんけど、あの黒いすす上がってるのは見える？あ、見えます。あのすすとか、あと薪の煙で肺疾患になって実は亡くなる人っていうのは年間130万人ぐらい。よく言われるマラリアの死亡が120万人から、それより多いみたいな。仕事できたり勉強できるような明かりじゃないやろ。夜でも仕事して収入増やしたりしないといけないのにできなかったり、いわゆる勉強したいのに雨明かりの中で十分にできへん、まあ、こういう貧困の連鎖だから結局は抜け出されへんと。この製品はデザイナーが途上国のこと、それも無電化のことを徹底的に研究して作った設計になっている。ああ、そうなんですね。特徴の一つとしてはやっぱり明るさが3段階あって、一番強い明かりでも6時間。6時間、うん、結構長く持つね。あとはこのフック立てかけたり壁なんかに引っ掛けたりするような設計になっている。コードの長さは5メートル、でパネルを外に置きながら、まあ、中を本体に置くことで貴重なものだから盗まれたりしないように設計になっている。あ、そうなんです。うん。このプロジェクトってこれまでにどこの国にどれくらいソーラーランタンを寄贈してたんですか？今までで、6万8千台以上かな。で19カ国、ね、91団体に寄贈してて、ミャンマーの寺子屋とかアフリカのエボラの医療チームとかに寄贈してきたかな。まあランタンが暮らしとか命をこうやって支えてきてるっていう感じ。そうですよね。でも無電化地域のこういう課題っていうのは意外と知られてないですよね。そうやね、うん、そこがまあ大変なとこやねんけど、うん、ちょうどランタンのシェードをみんなに作ってもらって知ってもらうっていうような活動もしていて、カットアウトザダークネスっていう名前でやっていたんだけど、まあ、そういったみんな知ってもらうような活動もやっている。実は私も学生時代にネットでこの活動を見てたんですよ。あ、そうなん。それで私もこういう仕事がしたいと思ってパナソニックに入りました。ほんまに。いやでもなんかそういう人たちが仲間が増えていって頑張っていけたらなと思うんで頼むな。はい。Panasonic